中国政府でマクロ経済などを担当する国家発展改革委員会は、経済成長率 5% 前後という今年の目標について、実現に十分な自信を持っていると強調しました。我们对呀、通过努力、实现年度经济增长的预期目标、我们充满信心。国家発展改革委員会は6日の会見で、コロナ収束後に飲食業や旅行業などの消費が大幅に回復しているとの認識を示しました。その上で、目標の達成のために不動産や金融、地方政府の債務などのリスクを取り除くと説明しています。また実質成長率 3.0% と目標を達成できなかった去年を振り返り、世界的なインフレの中でも中国経済の強さは際立っていたと評価しました。